ボールだ。専修大学サッカー部加野武です。本日の試合では、いい形でフリーキック決めることができて、途中1失点して苦しい展開続いたんですけど、守備陣が頑張ってくれて、結果的に自分が PK 決めることができて勝つことができました。次戦は、結構相手が強くなると思うんですけど、自分たちの力を精一杯出して頑張りたいと思います。専修大学鳥羽潤です。今日の試合は前半決めきるところで決めきれず、厳しい展開になってしまったんですけど、後半粘り強い守備でなんとか2対1で勝つことができました。準決勝は、もっと、自分たちの攻撃的なサッカーを実現して、圧倒できるように、頑張っていきたいと思います。専修大学いくぞ。おう。